お前の会社を張ってれば友達に会えると思ってたよ。ちん、僕がそいつを解放する。よせ、ジーペンは石積先生の大切なパートナーなんだ。パートナーっていうのは聞こえのいい道具だろ。僕たちは人間の道具じゃないんだよ。変身、変身。人間と一緒に笑い合えるように俺がヒューマギアを導いてくんだ。こいつがいつそんなことを望んだ。独りよがりなお前の夢に僕の友達を巻き込むなよ。待て。